神田川は、かぐや姫が歌った、日本のフォークソング。1973年9月20日に、シングルが発売された。リードボーカルは南高設。バイオリン演奏は無川宮美館。南から作詞を依頼された北条は、当時25歳で、総大を中退した後放送作家として、売り出し中だった。彼はタクシーで和稲田通りの小滝橋を通りがかった時、 神田川の河川整備をする都庁職員を目にし、19歳の時に1年間だけ、総大勢の紙の長い女学生と三条一軒のアパートで同棲した日々を思い出した。窓から汚い神田川と大正製薬の煙突が見えるアパートだった。そしてその青春時代を総括するつもりで、約30分で一気に詩を書き上げた。早速南に電話をかけて詩を読み上げると、 南はそれを折り込みチラシに書き留めながら、即興で思い浮かんだメロディを口ずさんでいった。詩を書きながらメロディが湧いてくるのは、南も初めての体験で電話を切った3分後にはもう曲が完成していた。第1番の歌詞にて女性が銭湯の風呂上がりにいつも待たされるという描写があるが、これは北条が銭湯で飼われていた鯉に餌をやり、干渉していたためである。 当初、この作品は、かぐや姫サードの収録曲だったが、当時南公設が DJ を担当していた、TBS ラジオのシーンや放送ラジオ番組、パックインミュージックで本作を流したところ、聴取者からのリクエストが殺到し、同番組のリクエストランキング1位を獲得した。これを受けて、日本クラウン社内で制作会議を開いて、シングル版として発売するかどうかを決める際、 名物プロデューサーであった、マブチげんが、この曲は歴史に残る名曲になる。これを出さなかったら、日本クラウンは一生の恥を書くことになるぞと強力にシングルカットを押したため、神田川は、フラットマンドリンの演奏を追加したバージョンをレコーディングした上で改めてシングル版として発売された。このシングル版は、最終的に120万枚、または160万枚、 200万枚以上を売り上げ、かぐや姫にとって最大のヒット曲となった。これだけのヒットを飛ばした神田川だったが、歌詞の2番に登場する24色のクレパス勝手が商標名であることから、同年の第24回 NHK 紅白歌合戦の出演依頼が来た際に、NHK からクレパスという歌詞をクレヨンに修正せよと要請されたため出場を、 拒否している。NHK 紅白歌合戦で、この歌がオリジナルのままで歌われたのは、南高節がソロで初出場を果たした1992年の第43回 NHK 紅白歌合戦であり、レコード発売から19年後のことだった。1970年代の若者文化を象徴する作品の一つに数えられており、中野区内の末広橋近くの公園には、 神田川の花火,火が建てられている。なお、実際の歌の舞台はもっと下流の戸田平橋付近で、北町が住んでいた三条一軒の小さな下宿は、豊島区高田3丁目7-17に所在した、千歳旅館の隣にあったと言われる。2005年に NHK が実施した、月歌紅白みんなでアンケートで、白組28位にランクインされた。 2011年8月8日に放送されたテレビ、東京系列のアニメ、銀玉第220話、銭湯では、身も心も丸裸にて、挿入歌として使用された。2016年3月12日、BS ジャパン開局15周年特別企画ドラマスペシャル、青春の名曲ストーリーでのオムニバスドラマの一編にて、本作をモチーフにした同名タイトルのドラマが、放送された。 東京都中野区中央の神田川沿いにある神田川の下火神田川もういいじゃないか1974年、関根慶子、草刈正雄の主演で映画化された。作詞者、北条忠の自伝的小説の映画化である。大学の人形劇サークルに所属する上条誠と巡業先で出会った少女、池間道子が同棲するというストーリーであるが、歌詞の内容とは無関係である。 ABCDF e 三浦敏夫、東京歌物語東京新聞編集局、東京新聞、2009年、68から69ページ。ISBN 978から48岡830万9206。週刊文春、フォークソングされど我らが日々文芸春秋、2008年、21から22ページ。 ISBN 978から4から16から37万40から360年代教習の東京名曲館高いにまつわるエピソードを探る64ページ富澤一世フォーク名曲辞典300曲バラが咲いたから悪女まで誕生日はヤマハミュージックメディア2007年256ページ ISBN 978から4から636825480ホークソングサレドど我らが日々22ページ読売新聞1995年5月19日付東京有刊、13ページ NHK スキャンダル紅白名シーンを史上再放送朝日芸能 http://www.asagei.com スラッシュエクサープトスラッシュ28082015年11月19日閲覧昭和の名曲がドラマに赤いスイートピー神田川スポニチアネックス2016年2月10日閲覧神田川に関するカテゴリー神田川に関するカテゴリーありがとうございます